赤道の南、オーストラリア大陸北東部の沖合には2000キロメートルにわたってサンゴ礁の海が続きます。世界遺産の中で最大規模の面積を誇るグレートバリアリーフです。水深 2,30 メートルの浅い大陸棚が広がり、一年中水温が20度を超す暖かい海。グレートバリアリーフには3000を超えるサンゴ礁があると言われています。サンゴ礁の上にはサンゴが作り上げた白い砂の島が300も点在しています。代表的な島の一つ、ニコマスケイ。この島だけでアジサシやカモメなど3万羽の海鳥や渡り鳥が生息し、繁殖地としています。グレートバリアリーフは鳥の天国でもあるのです。水深10メートルの海の中、色鮮やかな魚とともにサンゴが群生しています。赤道を中心に南北30度の緯度の間に生息するサンゴ、その種類はおよそ700種、そのうちの400種がグレートバリアリーフで確認されています。サンゴはイソギンチャクやクラゲと同じ触手に小さな毒針を持つ刺胞動物の一種。刺胞動物はプランクトンなどの栄養を口と触手だけのポリプと呼ばれる姿で取り成長します。サンゴが他の刺胞動物と異なる点は2つあります。一つは体内に小さな植物を共生させ光合成によってエネルギーを得ているところ、もう一つは個体の分裂を繰り返し石灰質の骨格を作りながら大きな群体となるところです。毎年11月の満月の夜、グレートバリアリーフでは神秘的な光景を見ることができます。サンゴの産卵です。一つ一つのポリプから直径およそ2ミリの卵と精子が入った袋が次々と海中へ放たれます。精子の袋は海面に浮上するとパチンと弾け、卵と受精するとサンゴの赤ちゃん、プラヌラ幼生になります。およそ1週間後、幼生は遠く離れた岩に着生しサンゴへと成長を始めるのです。どうしてこの海にグレートバリアリーフが作られたのか。それはここが特別な自然環境に恵まれていたからです。数千万年前、赤道に近い海域の海底火山が次々と噴火して隆起しました。今から1800万年前、周囲の浅い海に最初のサンゴ礁が誕生したと言われています。そのサンゴの幼生が
赤道付近からオーストラリア大陸に沿って流れる東オーストラリア海流に乗って南へと流れていきました。大陸棚の浅い暖かな海でサンゴは成長を続け、ケアンズの 20-30km 沖合に巨大なサンゴ礁を作り出したのです。サンゴの幼生は海流に乗り、さらに南下しながら沖合の方へ範囲を広げていきました。そのためグレートバリアリーフ南端のサンゴ礁は沿岸から 250km 離れた沖合にできました。から離れたところに防波堤のように連なるサンゴ礁はバリアリーフ、保礁と呼ばれています。グレートバリアリーフとはまさに世界一巨大な保礁が 2000km 連なっている海域なのです。外海からの強い波を遮るバリアリーフの内側の海は穏やかです。この静かな海でサンゴはより大きく育っています。直径が 2-3m ある円形の緑石の仲間、クシハダ緑石。その形からテーブルサンゴとも呼ばれています。十数センチの枝を伸ばしたトゲスギミドリイシが何十メートルと連なっています。直径が 3-4 メートルにも成長する大流れサンゴ、濃い緑色の表面には幅2センチほどの複雑な模様を作っています。円錐状の枝を指のように突き出した三角緑石。サンゴの光合成によって栄養の乏しい熱帯の海に魚たちの楽園が生み出されたのです。ここには現在1500を超える種類の魚が生息し、その多様性は類を見ないほどです。最大で2メートルにもなるブダイの仲間、メガネモチノウオです。頭にある大きく張り出したコブがナポレオンの帽子に見えることや、堂々とした身のこなしからナポレオンフィッシュという名前で呼ばれています。巾着ダイの仲間6000ヤッコ、体に6本の線があることから名付けられました。体長50センチにもなる巾着ダイの中で最も大きな魚です。オウムのくちばしのような口でサンゴをかじっているのはハゲブダイです。チョウチョウウオをはじめサンゴ礁に生息する魚が色彩に富んだ複雑な模様をしているのはサンゴの中で敵の目を欺くためだと言われています。グレートバリアリーフにはサンゴと同じ四方動物のソフトコーラルやイソギンチャクも数多く生息しています。そして
イソギンチャクを住処にしている魚もいます。スズメダイの仲間で体長5センチほどの隠れクマノミです。やや大型の魚はこの海の固有種、バリアリーフアネモネフィッシュ。同じ仲間でもさまざまな色や形をしています。ユーモラスな動きをするハゼの仲間、カニハゼ。サンゴ礁の隙間や岩穴に住む体長2メートルの毒ウツボにも出会えます。海流に乗ってやってくる回遊魚やネムリブカなどのサメ類、ジュゴンやクジラもグレートバリアリーフに生息しています。グレートバリアリーフの環境がサンゴの繁殖を促し、サンゴが多様な生物が生きる豊かな海を育んできました。サンゴと魚たちが舞う色鮮やかな世界は人々を魅了してやみません。